皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、注目の一戦になりそうですね。よろしくお願いします。今日も西西コンビで頑張っていきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。福西さん、442のフォーメーションでしょうか。はい、非常に各ポジションのバランスが取れた形です。攻撃はサイドの選手が起点になるでしょうね。アウェーチームのラインナップです。こちらも442のフォーメーションです。前半のキックオフです。パスは読まれていました。高い位置でインターセプトします。このボールは通しません。味方にパスを出します。ここからどうするのか。危ない場面でしたが、うまくパスをカットしました。ボックス内へ入れてきた。まだプレーは続いています。ピンチをしのぎました。スーパーセーブです。あの至近距離で反応するとは大したものです。これはキーパーを褒めましょう。コーナーキックが入ります。ちょっとクリアが小さいか。危ない場面でしたが危険を回避しました。いろいろと話題になっている選手です。噂は本当でしたね。チャンスの場面でしたがオフサイドです。飛び出すのが早すぎました。クリスティアーノ、おっとこれは面白い。決まった。早い時間に先制弾を叩き込みました。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。ポゼッションは相手チームに。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。いいところへ出した。このスルーパスは通るか。チップシュートが入った。リプレイを見てみましょうか。スルーパスをオフサイドギリギリで通してきました。そしてフィニッシュはふわっと浮かせてきました。キーパーは悔しいでしょうね。
さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。いいパスです。視野が広いですね。相手の読み勝ちでしたね。ここはアドバンテージを取りました。1点差になるか。バーに当たった。ボールは生きています。ボールは枠に当たってキーパーが抑えました。運が味方しましたね。あのシュートが入れなかったのがまだ信じられません。本当についてないですね。ボールがこぼれました。さあクロスか。ドリブルしていたもののボールを外に出してしまいました。ゴールキックになります。アウェーチームがボールをキープする時間が多くなっています。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。いいところに出た。タックルでピンチをしのぎました。ボールはエリアへ。クリアが小さい。これを守りきれるのか。ここで審判がファールのホイッスル。ボールをカット。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。パスカット。このパスも相手に渡ります。ゴール前に入ってきました。ゴール前に入れてきました。ゴール。これで3点差。勢いが止まりません。リプレイが出ます。まずはこのクロスから中野選手へボールが渡ります。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。開きました。一方的な展開になりそうです。強い当たりだ。相手が触ったのでスローインですね。リードを奪っています。パス回しにも余裕が感じられます。どうやらサイドをつけそうです。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。仕掛けてくるのか。ここで抜きました。ボックスの選手に合わせました。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。行くしかない。キム・スンギュがしっかり止めました。クリスティアーノ、ドリブルでボールを前へ。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し、相手ボールです。前半終了です。スコア、
後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。抜いてきたぞ。いいボールが出ました。ゴールだ。見事に決めました。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものともしません。この選手は体幹が強いですね。これはいいタックルです。ボールをダッシュしました。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。今ならカウンターも狙えます。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。あっとオフサイドです。得点のチャンスだっただけにもったいないですね。マークをものともしないトラップ、このボールは重要です。いいロブパスです。ここでカット。決まれば1点差。ピンチをタックルでしのいだ。キーパーが軽く抑えました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。さあどう来るのか。見事なカウンターからのゴールです。カウンターへの警戒が薄かったですね。速攻をうまく突きました。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。見事な得点です。守備の裏を突きました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。サイドから攻め上がっていきます。前にスペースがありますね。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。キーパーと1対1。1対1からシュートを決めるだけという場面でしたが、ミスになりました。プレッシャーでしょうか。考えたことに足がついていかなかったようですね。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。スライディングに行きましたが、完全に足がかかってしまいましたね。ボールをクリアして危機を逃れました。カウンターのチャンスです。インターセプトしました。
ポゼッションは相手チームに。今のタックルはカードが出るかもしれません。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。ボールは相手のものになります。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。おっとボールを失いました。このカウンターは不発です。狙いたい。キム・スンギュがしっかり止めました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ディフェンスが冷静に処理します。カウンターアタックを仕掛けます。見事なテクニックで突破してきました。何を狙うか。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では無理もないですかね。キーパーはボールを見送りました。枠には飛ばないと判断したようですね。サイドを使ってきました。相手のマークが外れています。チャンスになりそうでしたが攻撃は阻止され、ボールは相手に渡りました。ここはカウンターアタックを狙うか。ここはオフサイドを取られました。飛び出すのが少し早すぎましたね。これはカードも覚悟しているかもしれませんね。レフェリーイエローの判定です。妥当な判定かもしれません。キーパーが落ち着いてフリーキックを止めました。ちょっとコースが甘かったですね。ドリブルで持ち込んでいます。マークを外せない。体に当たった。うまく読んだインターセプト。試合終了です。ホームチームが敗れてしまいました。勝ち点獲得ならず。負けるにしても意外なほどやられてしまいましたね。今日の惨敗で多くの問題が明らかになったので、今後どう修正していくかに取り組んでいかねばなりません。チームの立て直しを期待しています。今後につながる活躍ぶりでしたね。素晴らしい働きで何度もチャンスを演出していました。ゴールも決めてチームを勝利に導きました。